それでは講義、考える技術、書く技術、読む技術の第2回を始めたいと思います。第2回を始めるにあたって、まず最初に第1回のポイントのおさらいをしたいと思います。第1回で勉強したポイントは主に4つです。1つずつ挙げていきます。で、ここでは板書はせずに説明していきますが、きちんと自分なりにノートを取るようにしてください。それが1つの課題というかトレーニングだと思って進めていただければと思います。授業本体、今日の授業の本体自体はきちんと板書していきますので安心してください。じゃあ前回の復習、4つのポイントいきましょう。まず1つ目のポイント、前回勉強したのは読む技術、書く技術、考える技術、それぞれの外観です。ここで重要なのは、読む技術、書く技術、考える技術は互いにリンクしているということでした。これが1個目のポイント。2つ目のポイント、それは人が物事を理解するときには、その人は頭の中でピラミッド構造を作るということです。で、この人が物を理解するということは、つまり読んで理解するということですので、これが読む技術を身につけていく中でのポイントということになります。これが2つ目のポイントです。で、3つ目のポイント、この人が物を理解するプロセス、それを読む技術というふうに言ったんですが、書く技術というのはそもそも人に物を理解させるようなものを書くという技術です。ですので、文章を書くときには、この読み手の頭の中のピラミッド構造の構築というのを意識することになります。つまり文章を書くときには、読み手の頭の中にピラミッド構造を作るような文章を書いていく、これが書く技術という考え方の根幹になってくることになります。これが3つ目のポイント。そして最後、4つ目のポイントというのは、少し付加的なポイントだったんですが、このピラミッド、頭の人が、ものを理解するときに作る、ピラミッドの作り方には、トップダウンとボトムアップ、2つの方法があるということでした。これが前回我々が勉強したところです。それでは早速本日の内容に入っていきましょう。今日勉強するのは、前回少し勉強したピラミッドの構造、その構造を作るための基本構造です。論理的な基本構造、論理的な基本ブロックと言ってもいいかもしれません。で、このピラミッドというのが、我々書く技術というふうなのを考えるときには、それそのものが、文章を作っている文章の構造そのものですので、すみません、文章の構造そのものというのがピラミッド構造を作っているわけですから、これは文章を作るときの、今日我々が勉強するのは文章を作る基本の構造もしくは基本ブロックと言っていいかもしれません。このブロックというのは、さらに言えば論理ブロックですね。論理的な、文章を構成するためのブロックです。これには3つのパターンがあります。まず、3つのブロックがあります。カテゴリーですね。ブロックのカテゴリーがあります。まず1つ目がイントロダクション、イントロダクションというと論文のイントロダクションそのものを思いつくかもしれないんですが、それだけではなくて、あらゆるところに出てくる導入部です。これは実は例えばセクションの冒頭なんかにも出てくるんですね。僕よく枕という言い方をするんですが、今から述べることの導入部というところです。この導入部を作るためのストーリー展開、これがまず一つ目の、論理ブロック、ビルディングブロック、構成のブロックです。二つ目が、縦の関係と呼ばれる論理ブロックです。縦の関係。これは具体的には疑問、答え、疑問、答えというのを繰り返すという論理の展開の仕方です。入れときましょう。そして3つ目の論理ブロックというのが横の関係です。この横の関係にはさらに2つのカテゴリーがあります。1つが演繹的関係、
これは、論理を展開させながら次の主張点というのを順番に導いていくというやり方です。いわゆる狭い意味での論理展開というふうに考えてもらっていいと思います。そしてもう一つが機能的関係です。これは前回も少し出てきたんですが、いくつかのメンバーを紹介して、そこからエイヤでそれをグループとして名前をつけていくというような、必ずしも名前をつけるだけではないんですが、概念を導入する、もしくは結論を導き出す、主張するというような関係性です。論理の流れですね。関係性、論理の流れです。これが機能的関係と言います。でいずれにせよ、この横方向の関係、横の関係というのはポイントから主張点を導き出す方法だと思ってください。ポイントから主張点を導き出す。それでは次に、このイントロダクション、縦の関係、横の関係、それぞれについて一つ一つ詳しく見ていきたいと思います。まずはじめにイントロダクションです。導入部と一般的に言った方が分かりやすいかなと思います。イントロダクションと言ってしまうと、論文のいわゆるイントロダクションのところだけを想像してしまいますので、導入部と言い方をいう言い方をします。で導入部、なんでそういうイントロ、いわゆる論文のイントロだけじゃないかというと、実は論文の中の、例えば一つのパラグラフ、一つのセクション、一つのチャプターの中にそれぞれ実は導入部というのがあるんですね。なんでそこを意識するという意味で、イントロダクションという言い方だけではなく、導入部という言い方もしていきたいと思います。でこの導入部考えるにあたって重要なのは、そのストーリー展開です。導入部のストーリー展開、この導入部のストーリー展開、導入部というのはストーリーを示しながら、どんどん読んでいる人間を自分たちの問題に近づけていくというのを目的としているんですが、この導入部のストーリー展開にはパターンがあります。この導入部のストーリー展開のパターン、基本構造というのを見ていきましょう。この基本構造、3つのモジュールがあります。1つは状況、英語ではシチュエーションと言います。でもう一つ複雑化、これが2番目ですね。2番目の、基本構造、基本構造の中のモジュールの2番目といった方が正確ですかね。複雑化、これは英語ではコンプリケーションと言います。で最後、この基本構造の最後のモジュールというのが疑問、これはクエスチョンですね。でなのでこの3つまとめて、僕はよく、SCQ 構造というふうに呼んでいます。でここまでが基本構造、イントロダクション、導入部の基本構造です。でここ書いておきましょう。ここまでがイントロです。でその上でこの先、本文の中では答え、これに対する答えを示していくことになります。いいかな。つまり、このピラミッドを作る時の、ピラミッドじゃないです、例えば論文を書く時、やっぱりイメージはイメージを持ってもらいやすいように、今ちょっといわゆる論文のイントロダクションを考えてみましょう。論文のイントロダクションというのは、例えば基本構造 SCQ というのを持っています。で、この SCQ 一つ一つ見ていくと、状況、これこの後もう少し詳しく見ていきますね。一つ一つ、状況、そして複雑化、疑問というこの3段構造をとっています。そしてこの疑問に対してきちんと論文本文の中で答えていきましょうと。で最終的にはコンクルージョン、論文の結論というのはこの疑問にきちんと答える部分、それがコンクルージョンになるわけです。でこれもう少し詳しく見ていきたいと思います。
まず、イントロダクションの構造というのを今説明しているんですが、このイントロダクションの構造をまず理解するためには、そもそもイントロダクションというのが何のためのものなのかというのを理解する必要があります。イントロダクション、導入部というのは何のためのものなのか。イントロダクションの目的です。これは一言で言ってしまうと、読者の中に書き手、つまり私たち自身と同じ疑問を作り出す、植え付けるということです。これがイントロダクションの目的です。読者の、書って書いちゃいましたね。読者の中に書き手、つまりこれは私たちです。と同じ疑問を作る。で、この疑問に答えていくのが論文本文全体の仕事だということになります。で、我々が使っているバーバラミンドの教科書、あの教科書自体はビジネス文章を書くための教科書ですので、少し用語が僕たちが興味を持っている用語とは違うんですね。なので分かりにくいところがあるので、科学論文の場合というふうに考えてみましょう。で、このバーバラミントの教科書、考える技術書く技術の中で疑問と言ってるのは、我々の言葉ではメインサイエンティフィッククエスチョンということになります。例えばこれは仮説であったりとか、そうですね、メインサイエンティフィッククエスチョンなんで仮説といえばもう全て仮説になってきます。ただもう少し具体的にいくと、例えば工学部の皆さんの場合には何か装置を作りました、手法を考案しました。で、その手法は我々の目的、我々の興味のあるアプリケーションで使えるのかどうかというのが疑問になります。仮説という意味では使えるというふうに仮説を立てました。で、そしてその仮説が正しいことを証明していきますというようなのが、例えば論文の目的になるわけです。で、そしてその仮説を読者、読み手に受け止めてもらう、理解してもらう、受け入れてもらうのがイントロの目的ということになるわけです。で、例えば、もう少し具体的な例を挙げてみましょう。僕たちの研究室では光コヒーレンストモグラフィー OCT というのを作っています。で、この OCT の性能を上げるために、例えばデジタルリフォーカスという技術を作っているんですが、このデジタルリフォーカスを使えば、我々が興味を持っている培養組織の検査というのの精度が上がるのではないかという仮説を立てるわけです。そして、その仮説が正しいことを証明していきますというのが論文になります。なんで、ここ少し面白いところなんですが、よく工学系ものづくり開発の研究の中で、ものを作ること自体が研究であるというふうに思われている方が多いんですが、実はものを作ること自体はまだ研究のプロセスの中で半分なんですね。新しい手法を作る、ものを考案するというのは研究の半分です。そしていわゆる研究、スタディと僕そういう言い方することが多いんですが、スタディにあたるのはその開発した手法がきちんと使えますというのを証明していくというのがスタディになります。ですので、そういう開発研究の場合というのは、この疑問、最後に出てくる疑問、イントロの最後に出てくる疑問、メインサイエンティフィッククエスチョンというのは、我々は例えば今アプリケーションで必要なものが、必要な技術があるのにそれがない、でそれを作りました、そして、その技術が使えるかどうかというのをきちんと確認します。使えると仮定してそれを証明しますというようなのがメインサイエンティフィッククエスチョンになるわけです。で、ただ作りましたという、だけではなくて、例えば予算の申請書なんだとかだったら作りますと、その上でそれが役に立つことを証明していきます。役に立つと仮定してそのメインサイエンティフィックエスチョンに答えていきますというのがイントロの最終的にたどり着く点ということになるわけです。なんで、この点、一応もう一回復習しますね。読むだけ読んで復習します。イントロダクションの目的は読者の中に書き手と同じ疑問を作ること、そしてこの疑問というのは我々の分野、
我々のような科学の分野ではメインサイエンティフィッククエスチョン、つまり証明していく仮説ということになるわけです。で、じゃあなぜこのメインサイエンティフィッククエスチョン、仮説というのを読者の中に埋め込む必要があるのか。それは、ここに書いておきましょう。仮説、メインサイエンティフィッククエスチョン MSQ を植え付ける目的、読者に植え付ける目的それは読者が何のためにこの文章にしておきましょうか。今回の場合はこれは例えば論文ですね。論文とかレポートを読むのか、を明確に意識してもらうためです。つまり論文全体を一つの大きなピラミッド構造だというふうに考えたときに、この最終的な主張点が何なのかというのをあらかじめ知らせておくんですね。で、それによって読者に心づもりを作ってもらって、全体像を示した上でそれを順番に説明して理解していってもらう。で、その下地を作るのがイントロの目的ということになります。で、さらに、ここですね、僕植え付けると、疑問を植え付けるという言い方をしたんですが、これはなぜこういう積極的な言い方をしたのかというと、イントロというのは読み手の意識、疑問点ですね、意識を書き手、私の意図するところに持っていくという積極的な目的があるからです。これこの部分とこの部分というのは同じことです。ただこちらの方は少し消極的な言い方をしています。読者が何のためにこの文章、論文やレポートを読むのかというのを明確に意識してもらう。ただし実際にはより積極的な意図があって、読み手の意識を直接いじってしまう。私が意図している部分、私が意識している目的、私が意識している仮説、そこが問題なんですよという意識に読者の気持ちを持っていく、積極的に持っていくという効果があるからです、イントロには。なので、実はそれ自体がイントロの目的であるというふうに言えるわけです。ここまで導入部分、イントロの基本構造というのを説明してきたんですが、もう少し具体的なところ皆さん気になってるんじゃないかなと思います。具体的にはどの部分かというと、ここですね。状況、シチュエーション、シチュエーション、コンプリケーション、複雑化、疑問、これがそれぞれどういうものなのかということです。で、実はこの基本構造、それぞれ具体的にどういうものなのかというこの部分というのは、次回もう少し詳しくやろうと思っているんですが、今日頭出しをしておきます。ではちょっと書いてみましょう。で、これ今日 のレポートにもつながるところなので、しっかり理解しておいてください。まずシチュエーション、状況ですね。これは研究が始まる前の、みんなが受け入れられるような現実です。特に異論なく確かにそうですねと思うようなこと、なのでいわゆるバックグラウンドというのがこれにあたります。例えば、日本ではがんによる死亡率というのはナンバーワン、ナンバーツーを取っていますと。で、ナンバーワンですね。で、世界でも、ナンバーワン、ナンバーツーというのを取っていますと。なので、これに対する、治療法の確立というのは急務ですというようなことはシチュエーションということになります。で、一応書いておきましょう。状況です、日本語では。で、それに対してコンプリケーション。これが複雑化です。
これは例えばシチュエーションのところまではまあそういうもので問題なかったと、で確かにそういうものですねと、でところがそこから少し状況が変わる、新しい事実が出てきたりとか、実はまだ解決できてない問題があるんですよ、なので、我々にはまだ課題がありますというのを示していくのがコンプリケーションになります。例えば先ほどの例ですと、がんというのは死亡率ナンバーワン、日本だとナンバーワン、世界でもナンバーワン、ツーですので、それに対する治療法の確立というのは非常に重要です。そこまでは誰も、疑問の余地のないところです。それがシチュエーションです。それに対してコンプリケーションというのは、すいません、シチュエーションもう一個突き出しておきましょう。もう一個のシチュエーション、がんの治療の成績を上げるには早期発見、早期治療というのがとにかく重要です。これもみんな専門家の人たち、これを読んでいる人たちには異論のないところです。ところがそれに対して状況が変わってきます。実はがんを簡便に早期発見、早期治療するような手法というのがまだありませんというような話が出てきます。例えばこれ、この例だと、例えば、今まで知られていなかった問題、みんなが読者が知らなかった問題、もしくは、新しく出てきた問題ですね。こういうのがコンプリケーションになります。で、さっきのがんの診断の例ですと、すごくそれ自体が当たり前すぎてみんなも知ってるでしょということになるんですが、知らなかったというのは必ずしも本当に知らなかったという必要はないので、今までそういうことは分かってたけど、様々な理由であまり研究されてこなかったというのも含まれます。なのであくまでもこれは問題提起なんですね。でこれ実は僕一回このコンプリケーションというのを訳し方、問題提起というふうにしようとしたことがあったんですが、今はこの訳は使っていません。で、なんでかっていうと、この後のクエスチョンというのと混ざってしまって、ちょっと訳が分からなくなっちゃったんですね。なので今はこの問題提起という言い方をせずに複雑化、かが抜けてました、複雑化という言い方をしています。で、この複雑化というのはこの状況でみんなが受け入れられたところから少し何か新しいことが起こった、気づかなかったことに気づいた、もしくはみんなあんまり考えないようにしてたことだけど今考えるべき時だから、考えてみましょうというのを問題提起するというのがこれです。これがコンプリケーション、複雑化になります。で、そして最後の疑問、クエスチョン、これいくつかパターンがあって、これもこの後の回でどんどん見ていくことになるんですが、例えばでは我々は何をすればいいのか、あとはこういう解決法があると我々は考えているのでそれが有効なことを証明します、あとはそうですね、いくつかのデータが揃ってきたのでそこから解決法を模索していきましょう。なんで、結局そうですね、これは何をすればいいかのバリエーションですね。なので例えば、もう一回言いましょう、何をすればいいか、例えば、我々いくつかデータが揃ってきたのでそこから何をすればいいかというのを導いて提示したいと思いますというのが例えば疑問の一つの例です。で、もう一つの例はこういう方法を我々考案したのでそれが実際に有効であることを証明したいと思います。これも、疑問、クエスチョンの例ということになります。で、もう一回まとめますね。この論文イントロダクションというのは基本的にはシチュエーション、コンプリケーション、クエスチョンという3つの構造ブロックからなっています。シチュエーションというのはみんなが受けられるようなバックグラウンド、確かにそうですねという話です。で、コンプリケーションというのはそのバックグラ、複雑化、コンプリケーションというのはこのバックグラウンドの中で何かが起こった、新しい事実が判明した、もしくは新しい装置が使えるようになった、で、もしくは今まで、みんなこれ問題があるっていうのは分かってたけど解決法がなかったので無視していたというようなところをもう一回掘り出してきて、これ実は今問題になっているんですというのをみんなに理解してもらうところです。そして最後にじゃあどうしたらいいのか、もしくはこういう解決法があるんでそれが有効であることを証明していきたいと思いますというような疑問を提示していく、メインサイエンティフィッククエスチョンですね、を提示していく、それがクエスチョン、イントロの最後の部分の仕事と
ということになるわけです。で、イントロ全体の仕事ではこのみんなが同意できる状況からスタートして、我々が、著者が持っている疑問点、メインサイエンティフィククエスチョンに読者を誘導していくというのがイントロの目的ということになるわけです。では続いて縦の関係いきましょう。今日お話しするのは3つでしたね。導入部分、イントロについて、もう一つが縦の関係、そして最後が横の関係です。で、今日のポイントの2つ目、縦の関係です。縦の関係、どういう時に使うのかというのをまず最初にはっきりさせましょう。縦の関係はこういう時に使います。一番伝えたいこと、つまり、主ポイント、僕自身が一番伝えたい主ポイント、これから疑問をクリック、ここからスタートして、ここから疑問を繰り返して読み手の興味を私の興味に誘導していくという方法です。なので、先ほど説明したイントロの構造と縦の関係、イントロの構造を作るためのストーリー展開というのは、縦の関係というのは相反するものではなくて、それぞれうまく組み合わせながら作っていくんですね。縦の関係というのもイントロの、ストーリー展開というのの中に入り込んで使っていくことになります。で、でちょっと話それちゃうな、ここに戻りましょう。縦の関係というのは一番伝えたいこと、つまり主ポイントを、主ポイント、ここからスタートして、ここから疑問を繰り返すことで読み手の興味を私の興味に誘導していくということです。で、なんでこういうことをするのかというと、これによって読み手は論理的に考えざるを得なくなるんですね。読み手は論理的に考えざるを得なくなる。これが、縦の関係を使う狙いです。例えば例を見てみましょう。縦の関係の例です。光干渉断層系、また僕が研究している内容ですね、 OCT、 この例を見てみましょう。最初に縦の関係、実際ここで例を作ってみるわけなんですが、最初に縦の関係の、スタート地点、最初の縦の関係のスタート地点というのは何だったか、これですね、一番伝えたいことです。例えば今回の例では OCT 光干渉断層計は眼科診療に役に立つ、これを一番主張したい点、主ポイントというふうにしましょう。で、ここから疑問を始めていきます。なぜか。OCT は例えば非侵襲だからです。非侵襲というのは何かを計測したときにそのサンプルを傷つけないということですね。だから OCT は非侵襲だから。ではここから次の疑問に、疑問が出てきます。なぜ OCT は非侵襲なのか。これは、光のコヒーレンス性、正確には低コヒーレンス性なんですが、光のコヒーレンス性を利用して切らずに組織の断層画像を計測することができるからと。こういうふうに一番主張したい点からスタートして、なぜ
で、それの説明、そしてさらにそこからなぜ、このなぜなぜなぜというのを繰り返すことによって、主ポイントから、最終的に読者の興味を僕が持っていきたい方向に誘導していく、これが縦の関係というものでした。では続いて横の関係という話に移りましょう。今日、考えているピラミッドの、ピラミッドを構成する基本構造というのは3つでしたね。イントロのストーリー展開、縦の構造、横の構造、縦の関係、横の関係で、その最後のものです。横の関係、この横の関係はさらに2つのカテゴリーに分かれます。一つが演繹的関係、これは、多分皆さんがパッと思いつくようないわゆる論理展開というのに近いと思います。皆さんが論理展開と言われてパッと思いつくのは多分演繹的関係、演繹的関係による論理展開のことだと思います。で、ただ論理展開にはもう一つあるんですね。それが機能的展開、機能的関係です。この、演繹的関係と機能的関係、一つずつ見ていきたいと思います。まず演繹的関係からいきましょう。これは一つ一つの主張点、演繹的関係を作るための一つ一つの主張点、ステップですね。これを連続したステップでつないでいく。主張点、一つ一つの主張点を連続したステップでつないで展開していく。これが演繹的関係です。で、そして、書いておきますね。ここは一つ一つのポイント。主張点というと全体のことと分かりにくいので、ポイントと書きましょう。ポイントを連続したステップでつないでいく。連続したステップでつないで展開していく。これが演繹的関係です。で、そしてもう一個、この演繹的関係のポイントになってくるのは、最終的に本当に主張したいのは、最後のポイントです。最後に行き着くポイントって書いた方が分かりやすいかな。ポイントです。で、例えば皆さん聞いたことあるだろうなと思うのが、三段論法というのがあると思うんですが、この三段論法というのはこの演繹的関係にあたります。例えば、三段論法というのは大前提、小前提、結論というふうに進んでいくんですが、例えば1、紙が燃えるには酸素が必要です。これが大前提です。で、小前提、真空中には酸素がありません。で、最後、結論。ゆえに、真空中では紙が燃えない。これが演繹的関係の例、三段論法ですね。一つ目のポイント、紙が燃えるには酸素がいる。二つ目のポイント、これが連続的に、出てきます。一つ目のポイントが出た後、すぐ次に連続して次のポイントが、空気中には酸素がありません。で、この二つを使って、ゆえにというので、三番目に、空気中では紙が燃えないということになるわけです。で、この最後の点というのがピラミッド構造で言えばピラミッドの頂点、なんで1、2があって3ですね、ということになるわけです。で、そうするとこいつが今順番の流れで書いたんでこういうふうに書きましたが、これがピラミッド構造で言えば頂点ということになって最終的に主張したいメッセージということになるわけです。
では、続いて機能的展開、機能的グループ、グループという言い方を僕は機能的に関してはしたいんですが、機能的グループというのに行きたいと思います。先ほど説明した演繹的展開、演繹的論理、演繹的グルーピングでは大前提、1つ目のポイント、2つ目のポイント、3つ目のポイントというのがあって、それがきちんとすべて順番につながっていました。その順番自体が重要だったわけです。ところが機能的展開という場合には、機能的関係、機能的展開という場合にはその並びというのがあまり重要ではなくて、グルーピングというのが重要になります。なので言い方としては同レベルのポイントを並べる、同レベルのポイントを並べる、並べて、最後にジャンプ、飛躍して主張点を導く。やはり最終的なポイント、一番主張したい主張点というのが最後に来るというところは変わらないんですね。ただ先ほどとの違いは、先ほどの場合はポイント1ポイント2ポイント1ポイント2ゆえにポイント3とか、ポイント1ゆえにポイント2ゆえにポイント3ゆえにポイント4最終ポイントですというふうに展開していたのが、今回の場合はそうではありません。 A です、 B です、 C です、 D です、で全部合わせて考えると E ですねっていうようなこと、そういうふうに論理展開していく。これが機能的グルーピングです。で、少しちょっと分かりにくいので説明してみましょう。具体例を挙げて説明しましょう。例えば1個目のポイント、マンチカン。マンチカンって知ってますか？猫ですね。マンチカン。結構可愛いんですが、マンチカンには毛が生えています。で、次。ペルシャ猫。これにも毛が生えています。これが2つ目のポイント。次、アメリカンショートヘア、アメショー、アメショーにも毛が生えています。で、この3つを合わせて最終的なポイント、ゆえに猫には毛が生えている。こういうふうに3つの同じレベルのポイントレベルのポイントを並べて、そこから一気にジャンプして答えを出すというのが機能的グルーピング、機能的展開と、機能的関係の例です。例というかこれ自体がもう機能的関係ですね。で、ただこの機能的関係、実は読んでる方としては割と分かりやすいんですよ。で、その一方で少しオープンな問題があります。で、実はそれがこのジャンプしてというところなんですね。なんで実は機能的展開というのは必ずしもきちんとした論理的展開ではありません。で、こういうのを何というかというと、蓋然性推論というふうに言うことがあります。つまり、1つ目のポイント正しいです。2つ目のポイント正しいです。3つ目のポイントが正しいです。なので、おそらくこういう結論が出ますという展開、このおそらくというところがポイントなんですね。先ほどの演繹的関係というのでは 1,2 が成り立てば必ず3が成り立ちます。ところが機能的グルーピング、機能的展開では 1,2,3 この3つが全て正しくても必ずしもこの結論が正しいとは言えないんですね。ただこの結論が正しいと考えて差し支えないと思いますというようなことが言えます。で、これを例えばこの結論の蓋然性、もっともらしさとか蓋然性が高まったというふうに考えるわけです。なのでこれを蓋然性推論と言います。で、これ厳密ではないんですが、実際には科学のほとんど、科学論文のほとんどというのはこの展開でいくんですね。なぜなら最終的な結論が出るんであればもうそれでほとんどの場合研究終わっちゃうんですよ。で、そこまで論文を書かないということはないので、おそらくこのデータを総合すると、総合するとというのも実は言葉のポイントなんですが、総合すると、この結論が正しいと思われますというのをコンクルージョンする。で、分野によってはそれの場合は
コンクルージョンではなくて、あくまでもディスカッションの最後の主張だということで、分野によっては実はコンクルージョンのない、論文にコンクルージョンをつけない分野、つけないのが許されている分野というのもあるんですが、ただ技術の文書なんかでは必ずコンクルージョンと、それでも書くことにするんですが、ただ多くの場合はそのコンクルージョンも厳密に絶対揺るがないコンクルージョンというわけではなくて、おそらくそうだと考えて差し支えないというふうな結果が出ましたというような、蓋然性が高まりましたというところで止まります。でそこでよく使うのがこの機能的グルーピング。でこの機能的グルーピングというのは非常に読んでいて分かりやすい、受け入れやすいというのと、飛躍を許すので科学の発展、技術の発展を進めていくためにすごく有利なんです。なのでうまく活用してくださいということで出てくるのがこの機能的グルーピングです。でちなみにこの猫の例、実は猫に毛が生えているというのは蓋然性推論でしかないんですよと、こう考えて、今のところこう考えて妥当だと、考えていいんじゃないかなというところまでしか言えないというのは、例えばスフィンクスという猫がいます。これ実は毛のない猫なんですね。実はこういう例外というのがある。でも例外があっても、この今の論理展開ではやっぱりこの結論が出てくる。猫には毛が生えている。でそれは何でかっていうと、ジャンプが問題になっているということです。でただこのジャンプしているということを積極的に使って論理を展開して研究を進めていくというのも一つのテクニックということになるわけです。では、横の関係全体の話に少し戻りましょう。横の関係、つまり今の話では、すいません、書きながら喋ったんでぐちゃぐちゃになってました。横の関係、今の話では演繹的機能的関係、これの、という話だったんですが、この演繹的機能的関係の目的は一体何なのか、これ忘れちゃダメですね。今自分たちが何でこれを勉強しているのか、きちんと、意識しておきましょう。この横の関係の目的というのは、そもそも読み手の疑問に答えることです。この読み手の疑問に的確に答えるために我々は今論文を書いているわけです。で、ただこの読み手の疑問というのは思い出してもらうと、実はイントロで私たち書き手が植え付けた疑問であるということを思い出しておいてください。つまり論文の構成というのは、イントロでまず書き手の問題意識を読み手に植え付けて、でそれに対して客観的に論理を展開しながら答えていくということになるわけです。でその答えが、この答えがこれですね、この答えが論文の最終的な主張点になると。最終的なって書いておきましょう。最終的な焦点になるということです。ではここまでミントの教科書の構成をたどりながら、ピラミッド構造を作るための論理モジュール3つについて説明してきました。でこれを少し科学論文と、科学論文を書く読むという視点で見直してみましょう。付録、今日の付録です。科学論文の構成。おそらく皆さんも知ってると思うんですが、科学論文のセクション構成というのは大きく5つに分かれています。1つ目、まず頭に来るのがイントロダクション。で、次に来るのがメソッド、方法ですね。で3番目がリザルト。あと工学系なんかではこれリザルトと混ざっちゃうことが多いんですが、ディスカッション。最後がコンクルージョンです。このイントロ、それぞれの、目的、これが一体何なのか、何のためにあるのかというのを考えてみましょう。おさらいしてみましょう。今日勉強したところからおさらいしていきます。まずイントロダクションは、メインサイエンティフィッククエスチョンを明確にする。
これが目的です。これはもっと積極的な言い方をしてしまうと、もっと積極的な言い方をしてしまうと植え付けるというのが目的になります。で、そのために使うのがシチュエーション、コンプリケーション、クエスチョン、間違えました、シチュエーション、コンプリケーション、クエスチョン、状況、複雑化、疑問というモデルだったというのが今日勉強したところです。で、メソッド以降、ここはじゃあ一体何なのかというと、このクエスチョンに答えるためにあるのがこのメソッド移行です。で、じゃあメソッド一体何なのか。これは疑問、クエスチョンですね。疑問に答えるための方法を明らかにする、明記する。方法を伝えるとしておきましょう。これ答えるための方法、これは道具立てというふうに考えていいと思います。疑問に答えるための道具立てを読者に与える、こういうふうにして疑問に答えていきますよという話です。次にリザルトですね。これは一体何なのかというと、ディスカッションディスカッションのための要素を提供するところです。要素を得ると書いておきましょう。どういうことかというと、まあいいでしょう。まずディスカッションいきますね。で、じゃあディスカッション、これ何なのかというと、リザルトで得たポイントを使ってリザルトで得たポイントプラス今まで出版されてきたデータですね。自分たちだけではなくて他の論文で出ている他の研究、今までの研究っていうのも書いておきましょう。今までのデータや研究を使ってポイントを横の関係で、すいません、リザルトで得たポイント、今までの研究やデータ、これもポイントです。こいつらを、これを横の関係でつないで、つまり演繹的機能的関係、答えを導き出す。で、この最終的な答えを明確に記述しているのがコンクルージョンというふうになるわけです。で、これもう一回流れを復習しておきますね。今ちょっと今上から説明したので、実は上から説明するよりも分かりやすい流れがあるんですよ。なんでもう一回説明しましょう。まず科学論文というのは最初にイントロダクションから始まります。これは、状況、複雑化、疑問という構成をとっていて、最終的に我々が考えている疑問、主な主張点ですね、そこに読者を誘導するのがこのイントロダクションの目的です。で、この疑問に最終的に答えているのがこのコンクルージョンです。なんでイントロに対して答えているのはコンクルージョン、こういう関係なんですね。なのでコンクルージョン、皆さんもし論文を書いてて書いたら、本当にそれがイントロで出した自分たちが明確にした疑問に対する答えになっているかどうかというのを確認してください。そこ非常に重要なところです。よく初めて論文書いた人なんかがイントロでは全然、イントロで何か言ってるのにコンクルージョンでは全く違う結論を出している、矛盾するとかじゃなくて関係ない話をコンクルージョンでしている時があるんですね。なんでそういうことがないかどうか確認してください。イントロが決まればコンクルージョンが決まります。またコンクルージョン、つまり最終的に主張したいことがもう決まっているのであれば、それによってイントロの最終的なポイントというのは決まってくるということです。で、このコンクルージョンというのは結局ディスカッションですね。ここで
得られた論理を使って最終的に導き出すことになります。なのでコンクルージョンエイヤで突然出てくるわけではなくて、あくまでもディスカッションに基づいて最終的に、なので最終的にはこういうことが言えますというふうにたどり着くわけです。OK。なので、ディスカッションとコンクルージョンというのが結びつくと。で、さらにこのディスカッションで、論理展開、横の関係を使って論理展開をしてしながらコンクルージョンを導いていくわけなんですが、その横の関係でつなぐためのポイントというのは何なのかというと、このリザルトで得られたものなんですね。なんでリザルトで得られたもの、実はそれプラス先行研究の結果というのをうまく横の関係で結びつけながら最終的なコンクルージョンを出していきます。で、そのディスカッションで使うためのポイントを提供しているのがリザルト。なんでディスカッション、コンクルージョンありきなんですよ。で、そのためにはディスカッションがいて、ディスカッションありきでじゃあリザルトがあるということになります。リザルトをそれに合わせるように作り変えろという話はなくて、ディスカッションで必要なものが得られるような、ディスカッションで必要なリザルトを得られるような全体の研究を作らないといけないということです。で、その結果思うようなリザルトが出なかったら、当然考えたようなコンクルージョンは出ないんで、その場合また一から考え直すということになるわけなんですが、ただポイントはリザルトが出たので、じゃあどういう結論になりましょうかという話はないんですね。研究の進行自体はそういうふうに進むこともあります。ただ論文を書くときにはリザルトを書いてみて、それからコンクルージョンを考えるということはないんですよ。最終的な主張点をきちんと明確にした上で、そのために必要なディスカッション、そしてそのディスカッションに必要なリザルト、それは何なのかというのを考えながら、手持ちの実験データの中からじゃあどれを提示しようか、この論文の中でどれを示そうかというのを選んでいくということが必要になってくるわけです。で、さらにじゃあどういうふうな結果をこの論文で出すのかというのが決まれば、その結果を出すためにどういうメソッドが必要なのか、方法が必要なのか、解析法が必要なのか、道具が必要だったのかというのが決まってきます。なのでこのリザルトが決まるとメソッドが決まるということになるわけです。いいかな。なんで、論文書くときってどうしても慣れないと頭から書いていってしまおうとするので、イントロを書いてメソッド、リザルト、ディスカッション、コンクルージョンで、途中で筆が止まったりして混乱したりするんですが、実はその、そういうふうに書いていくとか構成を作るっていうのはあんまりいい方法じゃないんですね。なぜならここに断絶があるからです。なんで僕自身のおすすめは、最終的な主張点、コンクルージョンを考えると。で、それと並行してこのイントロダクションの構成 SCQ、 シチュエーション、コンプリケーション、クエスチョンというのを作っていきます。で、このクエスチョンというのとコンクルージョンというのも1対1で対応しているので、イントロの最後ができたらコンクルージョンもできてるも同然なんですね。で、その上でこのコンクルージョンを導くためにはどういうロジックが必要なのか、で、それがディスカッションです。そしてそれを導くためにはどういう結果が必要なのか、なんでどのリザルトをここの論文の中で提示するのかというのが決まります。で、そこが決まれば、その結果を導くのに使った、得るのに使った方法論というのをきちんと説明しないといけないというので、メソッドが決まるわけです。なんでまず論文を皆さん書くときに意識してほしいのは、考えてほしいのは全体の構造です。よくいきなりワードを開いて上からバーッと書いちゃう人いるんですが、それ絶対一番やって失敗するパターンなんですね。まず構造を考えてください。で、その構造を考えるときに重要なのがこのイントロとコンクルージョン、この2つの対応を考えながらここを作る。で、それが作れると、ディスカッション、リザルトというのが決まって、それが決まるとメソッドというのが決まります。で、全体の構造を作ったら、その後で初めて書いていくと、論文を書いていくということをやるわけです。で、具体的にじゃあこの構造をどうやって作っていくのか、ものの考え方、論理というより、より具体的な道具立てですね。例えばこういうツールを使うといいですよとか、僕なんかよくカードを使って論理を並べ替えていくということをやるんですが、そういうのはこの授業のまた、次回以降最後の方で説明したいと思います。じゃあ、最後ですね、今日の内容の本当の最後のところをおさらいしておきましょう。今日のまとめ、これはピラミッドの大きさについてです。今までこの中でピラミッドという話を何度もしてきたんですが、少し具体的なイメージが湧きにくかったかなと思います。で、なんでかっていうと、実はピラミッドって僕が喋ってる時に
いろんな大きさのピラミッドが出てきて、それ全て同じ共通の構造を持ってるので、一つのものとして抽象的に議論してきたんですね。でただ、今僕が話している中でいくつもの大きさのピラミッドがあります。でそれを少し意識してもらうと今日の話もう一回整理しやすいんじゃないかなと思うんで、それを意識した上で今日のノートを読み直してみてください。でこの3つのピラミッドいきます。1つ目がパラグラフ。論文の中の一つのパラグラフというのはそれ自体がピラミッド構造を持っています。例えば今日の演繹的関係というのが出てきた例で出てきた三段論法というのはパラグラフを使うとき作るときに有効な方法です。で次、一つのセクション。例えばリザルトだったらリザルト、ディスカッションだったらディスカッション、もしくはその中のサブセクション、一つのトピックというのは、一つのピラミッド構造として作ることができます。なので例えばメソッドやリザルト、いきなりリザルトを書く前にだいたいこういうところが最後の主張点ですよというのを主張して、それから、それに対してポイントを並べていくというようなことをやるんですが、特にリザルトなんかそうですね。でそれはリザルト自体が一つのピラミッド構造を持っているというふうに考えると理解しやすいと思います。で最後、先ほどのスライドで示したことなんですが、論文全体、これも、一つのピラミッドです。なので、一つの論文の中には小さなピラミッドから中ぐらいのピラミッド、大きなピラミッド、いろんな大きさのピラミッドがあるんですね。そしてこの小さいピラミッドが組み合わさって中ぐらいのピラミッドができる。でさらに中ぐらいのピラミッドができ組み合わさって全体の大きなピラミッドができるというような入れ子構造をとっています。そしてそれぞれのスケールのピラミッドに注目すると、それぞれが、いくつかのパターン、論理的なパターンによって組み合わされてできていることが多いと。それが一つはイントロダクション、導入部ですね。で次に縦の関係、そして横の関係。ということでした。でこの横の関係には演繹と機能というのがありましたという話でした。それでは、今日の話を踏まえて課題を出しておきましょう。今回の課題では実際に論文のイントロダクションを読んでいただいて、で、そのイントロダクションの中のどこが状況、これはシチュエーションでしたね。で、どこが複雑か、コンプリケーションで、どこが疑問、クエスチョンなのかというのを、実際に探してもらって、そういうふうにどこが状況、どこが複雑か、どこが疑問ですというふうに書いてもらって提出してもらうという、それを今日の課題にしたいと思います。もう一回言うと、論文のイントロを読んでこれを探すと。で、実際じゃあどの論文を読むかということなんですが、今回ちょうどいいのがあったのでここで指定しておきます。読んでもらうのがこれですね。BCD induced trained immunity can it offer protection against COVID-19 という論文で、このウェブサイトを開いてもらえれば読めます。で実際ここに示したのがそのページなんですが、このもう少し下の方を見てやるとこういうふうに始まってきます。でこの論文どこがイントロだっていうのは明確に書いてないんですが、イントロダクションというふうには書いてないんですが、
ここからここまでがイントロダクションです。で、実際レポートとして提出するときには、このイントロの部分、ここをテキストで、テキストファイルもしくはワードにコピペしてください。で、コピペした上で、こうですね、全体をこういうふうにコピペしてもらって、で、多分、これ読んでもらって、どこがシチュエーション、状況なのか、どこがコンプリケーション、複雑化なのか、どこがクエスチョン、疑問なのかというのをまず見つけてもらうと。で、例えば、こっからこっちがシチュエーションで、こっからこっちがコンプリケーション。で、さらに、こっからこっちがクエスチョンで、こっからこっちコンプリケーションですというふうに、境目が見つかったら、ここで改行してください。で、こっちも同じですね。改行してもらうと。で、そうすると、全体として、こういう感じかな。シチュエーション、コンプリケーション、で、クエスチョンと。3つに分けられると思います。で、このそれぞれの冒頭に分かりやすく、シチュエーションもしくは状況、状況って書いてもらおうかな。あ、やっぱり英語の論文だから英語でまとめちゃおうかな。シチュエーション。で、ここにコンプリケーション。で、ここに最後にクエスチョン。クエスチョンというふうに書いてもらって、これを、テキストファイルもしくはワード、テキストファイルでいいかな、テキストファイルにしておきましょう。テキスト、これで、提出すると。で、提出はいつものように Teams の課題というのを作っておくので、そこを通して提出するようにしてください。で、この論文自体なんですが、少しさっきのに戻ると、コロナウイルスの話なんですね。コロナウイルスに対して BCG ワクチンが効くのかどうかというような、ネイチャーレビューイミノロジーというジャーナルのレビュー論文です。で、なので皆さんちょっと分野が違うと読みにくいかなと思うので、今回に限っては、電子翻訳サイトを使ってもよしというふうにします。で、ただこの論文の、この回の講義の中では、この先の回でこう慣れてない分野の英文論文とかをどういうふうに読んでいくかという話もするので、それを勉強した後はもうどんどん原著で読んでほしいんですが、今回の課題というのはあくまでもイントロのシチュエーション、コンプリケーション、クエスチョン、この3つを見つけてもらうという、そこに集中してもらうという課題なので、この論文の用語とかよく分からなくて内容ちょっと分かりにくいなという場合には、補助としてこの機械翻訳というのを使ってもらっても大丈夫です。で、例えば僕おすすめするのはこの DeepL というサイトですね。ここにフルの URL も書いておきます。で、調べれば DeepL.com というので調べればすぐこれが出てくると思います。で、先ほどのイントロ、コピペ、ここにコピペして、ここちゃんと日本語というのを選べば、ここに日本語の訳が出てきます。で、実際僕試しに今回さっきの論文でこれやってみたんですが、かなり自然な日本語にここで翻訳できて、してくれるので、これは十分参考になると思います。で、その上で、ただしレポートを出すとき、つまりこの状態ですね、この状態で出すときには、これは英文で、ここからここまで全部これは英文でお願いしますということです。ただあくまでも内容の理解とか場所を探るのエイドとしては、こちらの DeepL とか他のでもいいんですが、こういう電子翻訳を使ってもらっても大丈夫ですということです。それでは皆さん課題頑張ってください。また次回第3回の講義楽しみにしておいてください。じゃあ以上です。